本日は正座がお風呂ではできるけど地上ではできない患者さんについて解説したいと思います。正座ができなくてもう一度正座をしたいっていう患者さんがたくさんいるんですけども、じゃあ正座ってどういう要素ができたら正座ができるんだっていうのを解説します。陸上ではできないんだけどもお風呂でできるって場合は、まずお風呂で考えていただきたいのが、お風呂っていうのは暖かいので筋肉が伸びやすくなっているので、お風呂で正座ができて地上でできない人は筋肉がお風呂の中だと伸びやすくなってます。それとあとお風呂の中だと浮力っていうのが働くので体重を支えてくれるので、筋肉がついて体重を支えられるようになればこのように正座ができます。あともう一点が水圧っていうのが働いてるんですけども、よく膝の袋があって水が溜まったりして膨らむと痛みの神経が袋についてるので、水が溜まると痛みが出てしまうんですけども、水圧とかサポーターとかっていうのは押し込めるので関節包が小さくなった時に痛みを感じなくなるんです。なのでお風呂の中でできるのは筋肉がよく伸びて体重を浮力で支えてくれて、あと水圧で痛みを取ってくれるからできます。なので痛みを取って筋力をつけて筋肉が伸びるようになれば正座ができるようになるので、お風呂で正座ができて地上でできない人は必ずお風呂で正座ができればリハビリをすればしっかり正座ができるようになります。それで今日はちょっとももの筋肉を伸ばすストレッチを1個指導します。立っていただいて、転びやすい人は壁に手をつけて転ばないようにしていただいて、そして膝を曲げて反対の手で持って伸ばしていただけると、このももの大腿四頭筋が伸びますので、ぜひまずは正座をしたければももを伸ばすストレッチからやってみてください。今回の動画は以上になります。